クルト・レーデルはドイツの指揮者、フルート奏者。レーデルは1945年までドイツ領であった記事のブレスラウの音楽院で指揮、フルート、バイオリン、作曲、音楽史を学び、1938年20歳の時にイ人間州立オーケストラの首席フルート奏者になった。同年、早くもザルツブルクモーツァルテウム音楽大学で教授職につき、 1941年には、ミュンヘンのバイエルン国立オーケストラの主席に就任。1946年から1956年にかけて、今日のデトモルト音楽大学の前身である、北西音楽アカデミー教授として、フルートを教えた。彼の教え子には、カール・ハインツ・チェラー、パウル・マイゼンがいる。1952年に、ミュンヘンプロ・アルテ室内管弦楽団を創設。 音楽監督を務めた。数多くのコンサートを行い、1960年代にエラートレーベルにバッハやハイドン、モーツァルトを数多くレコーディングし、レコード賞を受賞している。また20年間にわたり、自ら創設したルルド音楽祭を引きると同時に、ヨーロッパの重要なオーケストラとも共演した。彼の活動に対して、レコード大賞、パリオペラザ・オルフェウス賞、 エジソン賞、ドイツ連邦一等功労十字賞が授与されている。作曲家のマルティン・クリスト・フレーデルは彼の子息である。ありがとうございます。